新旧整骨治療の精霊風峰ハリスと鳥猿門が送る真犯人フラグ第6話ドラマ考察スタートします。第6話ではまた新たにたくさんの謎が出てきました、ここに来てドラマ側がたくさんの種をまいてきて6話ちょっと考察が長くなってしまうなと思います。それではそんな真犯人フラグ6話についてお話ししていきましょう。お願いしますワン。今回も6話で気になった謎と考察ポイント、そして最後に全体像の考察を紹介しようと思います。はい。そして前回に引き続きまして6話から感じたキャラクターの相関図も作ってみました。こちらですね。考察するにあたりまして、とりあえず味方になりそうな人とそれ以外の人を分かりやすくしようと思いまして相関図を作っております。はい。ということで、消去法で見ていくのがいいかなと思いましてこういうことをねやってみました。この図軽く、お伝えするとですね、真ん中が、要は現在仲間の人というところですね、でその周辺を追っている人たちがそれ以外の人ということで、ここの中からおそらく真犯人が現れるのではないかなというところでね、こういうふうにしております。はい、はい。そして、前回に引き続きまして明らかになったことと新たに発生した謎について分けてお伝えしようと思います。まずは6話で明らかになったことからお伝えしましょう。はい。ちなみにドラマの時系列順に情報は並べますのでご了承ください。はい。はい。ではまずはですね、明らかになったことをお伝えしていきましょう。はい。では一つ目、映像お願いします。はい。包丁女の関係者が登場しました。来たもんね。包丁女がね、今回も登場しました。包丁で人参を切っている時に、ミチルという人から携帯に連絡が入りました。ミチルさんって読むんですね。ミツルじゃないもんね。そう、なんかね読み方いろいろあるらしいんですけども、ミチルさんということでね呼んでいます。ということで包丁女グループのキャラクターが登場しました。今後このキャラクターの情報ね待っていきたいかなと思います。はい。ちなみに包丁女の左手首なんですけども、リスカの跡がありませんでした。あ、なるほど。はい、今回ねはっきりと映っていました。おそらく制作側がわざと見せたんじゃないかなと僕は思っています。だからこの間どこかにね侵入しているあの人、あの人とこの包丁女は別人だというふうに思いました。では2つ目、はい、こちら、はい、はい、お願いします。2003年12月に真帆と涼介は結婚した、はい、ということが判明しました。日野の過去の回想シーンでこちら明かされました。その時の回想によれば魔法を手にした涼介はたくさんの学生に恨みを買ったということも明らかになりました。のろけなのか何なのかという話なんですけども、学生時代の日野の魔法に対する、ね、思いがここのシーンで裏付けされたと言えると思いました。考察では日野の動きが怪しいとね僕伝えているんですけども、そうなんですよ。これはやっぱりこの魔法への思いがあるからこその怪しい動きなんじゃないかというところがあるんですね。で現時点でもねやっぱり日野が事件に絡んでいるという根拠のねこれが一つになるなというふうに思わされました。はい。で、このシーンでねもう一つ情報があったんですね。それは双子座流星群を二人で見る予定があってですね、この真帆と涼介が、サークルの会でね祝おうという河村の提案をね断ったというこういった事実もあったんですよ。でここに関してはね後ほど考察のところでお伝えしていきたいと思います。了解したもん。はい、では3つ目、はい、菱田の金曜日のシフトが判明した、はい、ということですね。二宮が菱田の勤める整体院に調査に向かった際に菱田の情報を仕入れることができました、それをねお伝えしておきましょう。まずはね金曜日は16時くらいまでならいるということで、子供の習い事が入っていると18時半くらいまでならいることもあるということはね従業員の方からの話で分かりました。はい。そして2つ目、
従業員の印象としては赤い傘を使っている印象はそれほど記憶になかったということでしたね、うん、ここで得た情報が後ほど考察でお伝えする事件当日の菱田の行動の裏付けになってくると思われるんですね、うんうん、考察のところでそちらをお伝えしていきましょう。お願いしますもん、はい、では4つ目、はい、光の小学校の受験の際にトラブルがあったということですね、塾でねこの真帆がね、うん、あのボスママに嫌がらせをされてたんですよ、うんうんうん、でそのことをね凌介に相談したら、まあ、あの受験は取りやめにしていいんじゃないっていうね、助言をもらいまして、それがきっかけで受験はやめたというね、はい、話がありました。で、ここの、情報によってですね、この考察界隈ではこのボスママと包丁女ですね、うん、包丁女ともね重ねてる人もいたんですよね、うん、包丁女がボスママじゃないのかみたいな話もあったんですけども、こことこのボスママってあんまり被らないのかなっていうふうにね僕は思いました、うんうん、いじめてた側が恨みを持つってあるのかなってちょっと思ったんですよね。なかなかないと思うけどね、うん、それでは5つ目、はい、はい、こちらこちらですね、フリマアプリで立花が子供服の出品を発見したっていうところですね、うん、あのラストの方で立花がフリマアプリを見ていたんですね、うん、そうすると、KE101008、というアカウントから、アツトの失踪当日に着ていた洋服と同じデザインの洋服が出品されていることが発見されました。よく見つけたもんよこれね。よく本当ですよねだからツイッターとか、うん、こういうフリマアプリとか検索する技術って大事なんですね、うんうん、でこちらなんですけども、フリマアプリに出品すると痕跡が残るので調べたらすぐに誰が出したのかってわかると思うんですよね、うんうん、そんなことを犯人するかなっていうのがねまず疑問だったんですよ、はい、だから犯人が出したとはまだ言えないのかなというふうに思いました。なるほど、うん、では、こちらが新事実一連になったんですけども、うん、では次にね新たに出現した謎と考察点についてお伝えしましょう。はい、はい、ここからがちょっと長いんですね、それだけ今回新しい謎がいっぱいばらまかれたんですよ、うんうんうん、もうねここに来てこれだけばらまくのかっていう話なんですけどもはい、ではまず一つ目、はい、こちらいきましょう。はい、菱田の証言の信憑性の謎ということでね、うん、ドラマ冒頭菱田が持つ限定品の傘、こちらがフリマアプリで他人から買ったという説明がされました、うん、そしてその後凌介が帰宅した際に菱田がなぜか家の中でアイロンをかけていたシーンがありましたよね。怖かったもんよ。怖かったですね。魔法から合鍵を渡されていたということもこちらで説明されました、うん、ではこのシーンではいくつか菱田が情報をこう話したので、うん、ここにね記しておきたいと思います、はい、ではまず一つ目なんですけども、まず一つ目は合鍵をもらっていたという話ですね。これなかなかもいいよ。それで2つ目、事件当日金曜日は遅番だったというふうに言ったんですよ、うん、そうそうそう、で夜まで仕事をしていたというふうに言っていました、うん、で3つ目、車載カメラに映っていた傘を差していた、アツトの手を引く人物についてね、凌介が菱田に問いただしたところ、この人物は菱田ではないという話がありました、うんうん、この3つがねこのシーンにて確認されたことなんですけども、まあ菱田の疑惑がますます深まるシーンだったということなんですけどもね、はい、果たして本当なのかこれらの話はということなんですよね、はいはい、ではまずね1つ目なんですけども、合鍵を託されていたかどうかっていうことなんですけどもね、うん、これ魔法が見つからないとはっきりとわからないと思ったんですよ、うん、だから真意がわからない、うん、で魔法の鍵を奪っている可能性もありますしね、うん、でしかしねもしね鍵を奪ったりとか魔法に危害を加えて鍵を入手したっていうことであればね、この局面であえて自分が鍵を持っていることを凌介に悟らせる必要はないのかなって思ったんですよ。あ、だってねもし仮に真帆誘拐に絡んでるのであれば、うん、犯人が鍵を持っているっていうのは犯人にとってはアドバンテージになるんですよ、うん、圧倒的に有利なカードなんですね、うん、それを凌介にこの場面で見せてしまうということが
犯人にとってはリスクだと思うんですよ、うん、もし仮に犯人だったらね、はい、だからすごくね矛盾を感じたんですね、うん、この菱田がやってることと、うんうん、で、その疑惑、うん、この2つのその矛盾なんでしょうね、矛盾点があったんですよね。だから鍵を持っていることを悟られない方が犯人としてはいいんじゃないのかなって思ったんですよね、まあ、そうよね。そう考えると、菱田さん犯人ってどうなんだろうっていうね、うん、ところに行き着くんですよね。まあ犯人じゃなかったとしても合鍵持てるって結構なんか怖いこと思うけどね、他人が。まあここの演出がね結構怖く映っちゃってるんですけども、うん、もしかしたらそれだけ信頼されているのかもしれないっていうこともあるかもしれないですよね、うんうん、で2つ目なんですけども、この事件当日の遅番だったって話なんですけども、うん、この事件当日遅番だったというのは、まあ、嘘の可能性があるということなんですね、うん、というのも事件当日はサッカー教室は雨で中止になってたんですよ、うん、でドラマ後半で菱田の職場へ二宮が潜入捜査をした結果によるとですね、まあ、金曜日は16時くらいまでならいるけども子どもの習い事がある日は18時半くらいまでならいるっていう話がねあったじゃないですか。はい、まあ、よってねその日は雨で習い事は中止なので職場にいない可能性があるっていう風になると思うんですよね、うんうん、だからここで仕事をしていたという証言が嘘の可能性があるということをね、うん、感じました、はい、でこのことはその後ドラマの中で二宮も指摘しているところなんですよ、うん、まあ、当然そう思いますよね。思いますもんよ、うん、でもねこれ警察の捜査が入れば明らかになるんですよ、まあ、すぐ分かることもよね。絶対分かりますよ、うん、だってこの今の話を凌介が警察に話をしたら当然裏取りするので、うん、職場に行ってシフト確認しますよね、うん、そうすれば嘘をついてるかどうかって分かるんですよ、うん、嘘つきますかね確かにね。そうなんですよね。だからこのあたりね、まあ、ちょっと早めに捜査してはっきりさせてほしいなって思いました、うん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 、で3つ目、車載カメラの件なんですけどもね、で傘を持っていた事実と事件当日仕事をしていなかった可能性が出てきたっていう事実を踏まえた上で、あと山田浩二と変な口裏を合わせていることを考えると、うん、まあここに来てこの車載カメラの女性ですよね、はい、これが菱田である可能性は確かにないとは言えないというふうに思いました、うん、はい、だから今までは本当に菱田さんは全然関係ないというスタンスだったんですけども、うん、まあね、この傘の件と事件当日のアリバイの件だけを見ると、うん、まあ車載カメラの映像は菱田とも言えなくはないなっていうふうには思いました、うん、ただ鍵のことを考えるとね、やっぱりちょっと事件の犯人として絡んでいると考えるのはなんか無理なような風にも見えるという風にも思っています。どう思いますか。そうね、なんか今の聞くと、まあ、確かに犯人ではないとは思うもんけど、でも何かしらやってるもんよね。なんかやってそうな気がします。それが何か分かんないもんけどね。そうですね。でね、あと菱田の関与のことに関してはもう少しね、その全体像の考察のところで触れていきたいと思っています、はいはい、では次2つ目の考察点ですね。はい、こちら、はい、こちら、日野と河村凌介に泣かされた話の謎ということでここ完全に食い違いありましたよね。そう、あの市場の時で行われた作戦会議から帰る河村と凌介だったんですけども、そこで河村が語った内容としては凌介によってね、日野が論破されて泣かされてしまったということがありましたよね、はい、でもその後市場の時に残った二宮と立花に日野が語った話としては、うん、凌介に泣かされたのは河村だったという話でした、ね、そうこの食い違いに関してね、様々考察されていましたが、うん、僕が思うにここはあんまりねストーリーには関係ないんじゃないかなって思いましたね、うんうんうん、結果として2人とも泣かされたのではないかなというふうに思いました。そっか、なんか僕はなんか恥ずかしいから人のせいにしてるのかなと思ったもんね、うん、そうですそうです、うん、だから結局それぞれがそれぞれ泣いたっていうふうに言ってたんじゃないかなって思いました、うん、はい、では3つ目、はい、こちら、立花、が凍りついた手紙の内容の謎ということで、うん、立花のことをプロビンに拡散されて、脅迫手紙が送られてきましたよね、うんうん、その中に立花の表情が凍りつく内容の手紙も含まれていました、はい、
果たしてこの手紙は今後事件にどういう絡み方をしてくるのでしょうかというね、そういう話なんですよね。まあ、あの可能性としてはね、まず考えられるのは母に対する脅迫ですよね。あ、うん、そしてもう一つ、あの光の消息に関しての何かしらの手紙、うん、ということが考えられるのかなっていうふうに思いました、うんうん、この後ね、生放送の前に立花が母に電話をしているんですよ。お、だからパッと見ね、母への脅迫の内容だったのかなっていうふうにも思いますが、うん、あの辺りは、まあ、単純にね、立花さんが顔バレしてるから、うん、立花に対する批判がお母さんの店にも影響しているのではないかっていうね、確認の電話だったようにも見えたんですよね。だから手紙の内容で心配して電話したというふうに、これだけではちょっと確定できないかなっていうふうに思いました、はい、で次もう一つの可能性、もし仮に光の消息を表す内容の手紙だった場合は、まあ、この時点でね、光と立花の関係を知っている人っていうのはかなり限られてくるんだと思うんですよね、うん、だから、手紙の差出人の候補が絞られてくるのかなっていうふうに思いました、はい、でおそらくここの立花が凍りついたこの手紙ですよね、内容はね今後多分明かされると思うんですよ、うん、だからその内容をねちょっと今後期待しようかなというふうに思いました、はいはい、ちなみにね、リスカの女、左手に傷があったと思うんですけども、うん、お母さんねなかったんですよ。もうよくチェックしてるもんね。そうだからね、リスカ女候補からはね、うん、お母さんは消えると思われます、うん、これで消去法でね、ですね、うん、はい、では4つ目、はい、橘の生放送中コメントしてきたミチルというのは一体誰かというところですね、うん、橘がプロビンチャンネルにさらされた動画に関してね、釈明の放送を行いました、うん、その時に光と付き合っていることをね伝えた際に、ミチルというハンドルネームにフォーカスされまして、こういったね今絵で出てるような反応がありました、はい、でこのことは考察界隈でもこの名前がね非常に注目されましたということで、さて一体何者の書き込みなんでしょうかというね、うん、まあそういう話なんですよ。まあ、この後ね、包丁女のシーンが出てきて、最初の方に紹介したと思うんですけども、はい、そこにね、充実の銃ですかねと書いてという感じの人からね、うん、携帯電話に電話が入るという描写が現れますよね、うんうん、でこの感じはね、最初の方にお伝えしたように、実は読みがミチルというふうにも読むんですよね、うん、だからこれだけ見るとこのハンドルネームの人とこの包丁女に電話をかけてきた人が一致するのかなというふうにも取れますよね。まあね、そしてね、一致する場合は、まあ、橘のサロンとこの凌介の事件につながりが出てくる可能性もあるなというふうに思わされました、はい、ですが正直ここのミチルっていうこの名前とその電話でかかってきたこの漢字ですよね、うん、ここの情報だけをつなぎ合わせただけではちょっと断定できないかなというふうに思ったので、まあちょっと今後の情報に期待しようかなというふうに思いました。はい、はい、では次行きましょう、はい、5つ目、こちら、はい、清明のごめんなさいの意味するところですね。これありましたね、はい、清明が、部屋に戻るなり押し入れに向かってあっちゃんごめんなさいっていうねシーンが印象的でしたよね。さてどういう意味があるんでしょうかっていうところなんですけども、はい、いや押し入れの中を見てから清明は行動が少し変になってますよね。そう思うよ。そうなんですよ、今回ねそれがね篤人にまつわるものだということが分かりました、うんうん、普通に考えれば押し入れの中に篤人の何かがしまわれているということになるんですけども、うん、まあ一体何があるのかなっていうところですね。はい、でそしてこの行動からねますます菱田が何かを隠しているようにも見えてきましたっていうところでした、うん、まあこれちょっとねこれだけでは分かんないので、まあ、今後ちょっと情報を待ちましょう。はい、これですね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。はい、では、はい、お願いします。こちらも、はい、謎の男が残したどこかでお会いしませんでしたか、多分10年以上前ですがの謎
ということでね、これ意味深でしたね、はい、踏切を挟んで謎の男と凌介が向かい合うシーンでこの言葉が出てきました。これは一体何を意味するのかっていうところなんですけども、考察界隈では10年前に真帆が受験をめぐってトラブルに巻き込まれていたこととつなげている人がねいたんですよね。まあしかしね、この謎の男の話し方からすると10年前っていうふうに言ってるのではなくて10年以上前なのだというふうに思ったんですよ、だから10年前で区切ってるわけじゃないんですよね。よってね、かなり昔にこの謎の男と凌介は何か関係があったなというふうに僕は思いました。はい、はい、遥か昔に少し関係があった程度で凌介を見に来るって思います？いやそれは、ね、わざわざ会いに来るもんからね。そうなんですよ。しかもなんかこうすれ違う時に言おうか言わないかどうしようかっていうのがね出てきたから。おっしゃる通りですね、このシーンはね、もしかするとこの男は凌介を覚えていて、凌介が謎の男のことを覚えているのか確認しに来たのではないかなって思ったんですよ。だから、そこまでして覚えられているかどうかを確認しに来るということはですよ、過去に凌介に何かをされた人なのかもしれないなというふうにね思ったんですよ。そして凌介は最後にこの男にね、すいませんっていう返し方をしてたんですね。だからその後自分を覚えていないと知ったこの謎の男が表情を曇らせるんですよね。だからもしかしてね、とんでもない恨みをこの男から買ってる可能性があるなって思ったんですよ。覚えてないのかみたいな。そう、うん、俺は今までどんだけお前のことを忘れずにいたのかっていうね、そうやられた方は覚えてるじゃないですか。そうね、だからね、もしかしたらそのパターンじゃないかなって思ったんですよ。わね、よくドラマとかアニメでもありますよね。あるもん、復讐しに来る。そうそう、そうでね、復讐の相手は幸せな家庭を築いていて、幸せそうにしてるにもかかわらず、自分は過去にそいつがやったトラウマのせいで今も苦しんでるみたいなね。なるね。そうなんですよね。こう笑顔満載のこう顔がこうよぎってる中、ぐぬぬぬぬみたいな。なんかね、ということでね、第5話で小学校の時の卒業アルバムが出てきたんですよね、だからそこにね何かヒントがあるかもしれないなと思って見返したんですけども、まあちょっとねそれらしい人はね出てこなかったんですよね。だからこの謎の男の関係はね、もう少し情報を待とうと思いました、でもね、もし仮にこの謎の男がとんでもない恨みを持っていたとすれば、横断歩道で後ろから押したのはやっぱりこの男という可能性も残ると思いましたね。前回のね。そうなんです、ちなみに、考察界隈では横断歩道で押したのはやっぱり二宮説がね、結構有力だというふうに言われてましたね。ということで次行きましょう。はい、こちらもよ、山田コーチの清明に対する圧力の謎ってやつですね。清明の帰宅中に山田コーチが現れまして、話したいことがあったら俺かお母さんに言えよというね意味深なシーンがありました。はい、これは何を意味するのかっていうところなんですけども、僕の考察では菱田と山田コーチの間には事件当日何か関係があって、で菱田の意図によって山田コーチが菱田に好意を持つようにね、こう仕掛けられたようになっていたんじゃないかなっていうね考察してたんですよね、まあ要は山田コーチが惚れちゃったと、ということでね、その理由は山田コーチを利用してね、菱田清明くんをチームの中で優位にするための工作なんではないかなっていうふうにね、僕は前伝えてたと思うんです、だから息子のために山田コーチを誘惑したと、いうことなんですけどね。で今回のやり取りを見る限りでもね、ますます菱田と山田コーチのつながりが何かあるなって思わされましたよね、で一連の流れからするとやっぱり菱田の依頼によって山田コーチが嘘の証言をしている可能性があるなというふうに思ったんですよね。はい、で篤人が事件当日一人で来たっていう証言なんですけどもね、ここ崩れちゃうと、車載カメラの映像の後、謎の女と篤人たちが一旦練習場に向かわずにどこかに消えたってことになっちゃうんですよね。となると
これ山田コーチと菱田の関係というのはね、今後のこの鍵になる可能性もねあるなって思ったんですね。なるほどもね。山田コーチこのセリフ2回言ってるもんからね。そうなんですよ、大事なことは2回言うってね、言ってね念押し。そうなんですよね。ということで次ね、猫おばさんのトラップの謎っていうところで ね、はい、ありましたね。あの川村と記者の諸角が凌介の団地を張っていた時に猫おばさんのネズミ捕りに引っかかるシーンがありましたよね、うん、このシーンは一体何を意味するのかってところなんですけども、うん、あの考察界隈ではこれだけトラップがあればサッカーボールは蹴り込めないのではないかっていう人がね結構いたんですよ、うんうん、でも僕が思うにはね、これサッカーボールの事件の後に置いたんじゃないかって思うんですよ。あ、それ僕も思ったもんよ、うん、というのも、うん、あの事件の後凌介の家の窓を下から見上げてる菱田の姿があったんですよね。そうそうそう、だからその時点では置いてなかったんじゃないかなって思ったんですよね。だからねやっぱり事件後にあのトラップを置いたんじゃないかって思いました。はい、はい、では次行きましょう。はい、はい、ここ獅子座流星群の写真の謎、うん、ついにねこれ佳境に来たっていう感じなんですけども、はい、凌介の元に突然真帆の携帯から獅子座流星群の写真が送られてきました、うん、11月18日に2人で見に行こうというね約束をしていたんですけども、その当日にその写真が送られてきたことで真帆が生きていると凌介が喜ぶというシーンがありました。さてこの写真の意味とはっていうところなんですけども、はい、まあね失踪に関わる誰かが何かしらのメッセージとして送ってきてるとね思って間違いはないなと思います、うん、だから魔法じゃないんでしょうおそらく、うんうん、だからこの行動から犯人がね凌介に対して相当の何かの思いがあってたびたびねメッセージを送ってきてるんじゃないかなって思うんですよ、うん、そうでないとこのリスクを冒して何度もね凌介に接触してくる理由がないと思うんですね、うんうん、はい、ただただ本当に失踪したいだけなんであれば失踪演じたいというかですね、うん、失踪演出したいだけなのであればもう失踪して終わりだと思うんですよ、うん、でも何回もいろんなアクションを取ってきてるじゃないですか、はい、そうだからやっぱり何か思いがあると思うんですよ、うん、で流星群の画像を送った意味を考えるとするならばですよね、今真帆と一緒に流星群を見ているのは凌介ではなく自分だっていうね、うん、自己顕示をしたくて送ってきてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、うんうんうん、だからそう考えるとあの過去にねあの双子流星群双子座流星群を見るためにサークル会を断ったことにねこれつながってくるんじゃないのかなって思ったんですよね、うん、そうするとやっぱり日野か川村かのどちらかが実行犯に含まれる可能性もあるなっていうふうに思ったシーンでした、うん、ここで引っかかるのがどうやってその約束の日を知っていたのかっていうことなんですよ、うん、だって知らないとこの工作できないですよね。そうもね、これ捕まってる真帆がわざわざ言うとも思えないんですよ、うん、だから可能性としては真帆がそういう情報を伝える可能性がある、まあ、菱田かもしくは、うん、あとはまあ真帆本人が送ったか、うん、っていうぐらいしか思えないんですけども、でもまあ、うん、真帆本人が送ったっていう線は非常に低いのかなっていうふうに思ってますね、はい、ちなみにこの画像は捜査の結果あの第3話でね指輪とスマホが見つかった群馬のトンネル付近の基地局が使われているということが分かっています、うん、ということはですよ18日夜犯人は群馬の山の中にいたということになるんじゃないかと思われます、うん、それでは次行きましょう。はい、こちら、はい、ここお探し物ですのメールの謎ということでね、うん、あのラストシーンにいてねお探し物ですっていう件名のメールが届きました、はい、そのメールには動画が添付されておりまして光が拘束された姿が映し出されていました。このメールの意味することとはというところなんですけども、怖かったもよ、これすごかったですね、うん、二宮も言ってたことなんですけどもお探しのものですっていう言葉があの冷凍遺体事件の時にね使われた単語で関係者しか知らないんですよ、うん、だからここから明らかになったことというのは冷凍遺体を送りつけてきた犯人と光真帆、篤斗の身柄を確保している犯人は同一ということがねはっきりと分かったことだと思うんですよ、うんうん、そして死体を実際に送りつけてきていることからこの犯人は冗談とか凌介を試すために犯行を起こしているわけではない
だから確固たる目的を持って犯行に及んでいるっていうことがね分かったと思うんですよ、はい、だからさっきのところで伝えた真帆が愛情を確かめるためにメッセージを送ったっていうあれですよね、うん、あれはほぼないってことだと思うんですよね、うん、じゃなければ真帆が死体も送ったことになるんですよ、はい、自分ででっち上げてれば、うん、でもそこまでしますかねって思うじゃないですか、うんうんうん、死体まず手に入らないですしね、はい、うん、ということが今回このね最後のシーンで分かったと思います。そして、光たちは現時点ではね何者かに監禁されているということもはっきりと分かりました、うん、これでスタート地点は別にしてですよ、現時点での魔法の自作自演説はもうないなというふうに僕は思っています、はい、うん、でそしてねこの時映っていた場所がどこなのかっていうことなんですけどね、ヒントとしては白い布がかけられているこの椅子かと思うんですよね、うん、これ何なのかってちょっとよく見てみたんですよ。でよく見るとあのキャスター付きの椅子に見えるんですよね。そうもね、オフィスとかにあるような。そうなんですよ、うん、なのでねデスクチェアにこの白い布をかけて撮影していると考えられます、はい、で現時点ではね情報がちょっと少ないのでこれ以上はわからないので、まあ、次回情報を待とうかなっていうふうに思いました。はい、はい、ということでねこれがまあここにねこの考察をしてきた、ところなんですけども、うん、最後にね一連の事件のね全体像を考察してみようと思いましたということでね、6話を終わった時点で前回使ったね勢力図を改めて作り直してみました。こちらですね。はい、お願いします。はい、はい、こちらですね。で、現在僕が考えているのはやっぱりいくつかの勢力がこの事件に関わってるなっていうふうに思ってるんですよ、うん、で右からは失踪事件に関係しているグループで、左側のこの下の赤いところですよね、うん、ここが SNS で凌介を攻撃しているグループ、そしてその上は凌介に何らかの恨みを持っている包丁女のグループということでこの3つをね一応今考えてるんですね、はい、で前回お伝えしたようにこの3つがね存在するのではないかというところなんですけれども今回ね明確になったのが失踪グループが死体の送りつけと光の動画を送りつけたことがねもう明らかになったじゃないですか、はい、だからねちょっと図を作り変えたんですよ、うんうん、で前回はですねこの何らかの恨みを持つグループが死体を送ったと思ってたんですけども、うんうん、ここはちょっと消えて失踪グループが送ったっていうねこういう流れで作っています、うんうん、でまずね失踪事件に関係しているグループについてちょっと説明しましょう、まずはね今回6話で怪しさが膨らんだ菱田なんですけども、はい、この菱田が実際問題失踪に絡んでいるのかっていうところなんですね。で僕はねやっぱりねそう思い切れないなっていうふうに思ったんですよ、うんうん、考察界隈では菱田が怪しいっていうねところに今傾いています、うん、でこれどうして僕がそう思うのかっていうとねもし仮にこの失踪に関わっているとするならばね、はい、これねその動機とすればね清明のためなんですよ、うん、なんでかっていうとHulu 限定のねサイドストーリーがありまして、はい、そこで菱田の過去がね明かされてるんですね、うん、あ僕もそれまだ見てないもん。あそうでしたか、うん、これね結構面白かったですよ。おおでそこでね清明のためならどんなことでもするっていうようなことをね言ってるんですよ。まあこれはちょっと菱田の過去にいろんなことがあったんで、まあ、そういう思考になってるんですけども、で菱田の行動原理はね全て清明にあるとね思われるんですね。だったらですよ菱田が関係してそうなものなんですけども、うん、関係してそうじゃないですか、はい、実際問題、うん、でもね一つ引っかかるんですよ。もし仮に菱田が清明のために真帆たちの失踪を作り上げたのならばですよね、うん、事件を誰にも知られずに終わらせたいというふうに思うと思うんですよ、うん、だって知られても何もいいことないじゃないですか、はい、真帆たちを秘密裏に失踪させて処分をして凌介のところに自分が転がり込むというふうになるのが一番理想的じゃないですか、うんうん、でもね今回の事件明らかに凌介に対して必要以上の見せしめが行われてるんですよね、うん、これだけたくさんの事件の痕跡を残した場合事件化するのは確実、事件の真相がバレる可能性が高くなるってことなんですよ、はい、だから失踪をね成功させて凌介を手に入れたいという結果を考えるのであれば事件はね大ごとにせずに
あの闇に葬りたいっていうのが本当のところだと思うんですよね。もうあの菱田 のサイドとして考えるならばね、はい、ね、あの前のところでも言ったんですけども、合鍵の件もね、あの凌介に言わない方がね賢いと思ったんですよ。でその一連の流れを考えると、菱田が関係してると考えた場合、この辺りのね矛盾がね生じちゃうんですよね、失踪事件にね。で菱田がね事件に噛んでるというのがどうしてもね、これらを考えると確定的には考えられないのっていうふうに思ったんですよ。なるほど、なんか矛盾してるんですよね。だから菱田の関与に関しては今のところはやっぱりね、僕はねちょっと確実に関係してるなというふうには言えないなって思いましたね。でそれでね、この失踪事件のね全体像としてはね、どう考察しているのかっていうところなんですけども、はい、これね、もともと僕はね、真帆たちはね、やっぱり凌介に対するドッキリを仕掛けるために自発的に失踪したんだというところはね、やっぱり外せないかなっていうふうに思いましたね。でもその後死体発送および光の監禁動画が送りつけられてきたことから、まあどういった経緯からかはわからないんですけども、本当の事件になっちゃったっていうふうにね、はい、まあ、今思っています。でちょっとしたドッキリとか夫婦の絆を確かめるための失踪だとするとですね、まあ最初にもさっきも言ったように死体まで用意することはないと考えられるんですね。マジないもんよ。ないですよね、とりあえずね、だから現時点での犯人像としては見せしめ的な要素が大いにあるところから、あの凌介への何かしらの恨みがある人物が首謀者として動いていると考えられると思っています。はい、はい、そしてね、改めてね事件をね細かくねおさらいして見ていくとですね、指、あの魔法の指輪と光の携帯が一緒に見つかりましたよね、で現場に女性物の靴の足跡がありました。そして光の動画が撮られたことを考えると、光と魔法は同じ犯人によって確保されています。そして車載カメラの映像から光はアツトと一緒に歩いていたというのが分かってますよね。はい、だからアツトも同じ犯人に確保されていると思いました。でここでちょっと生じるのが、やっぱりこの車載カメラに映った赤い傘の映像に関してなんですけども、まあ、菱田が関わっているわけではないっていうふうに考えるとちょっと説明が難しくなるんですよね。じゃあ真帆自身なのかって話になるんですよ。まあ、真帆が最初だけ自作自演でいう、この事件を起こしたっていうんであれば真帆だと思うんですけども、ただまあ凌介曰く真帆は絶対に篤斗を車道側には立たせないというふうに言ってるので、じゃあ真帆じゃないんじゃないかっていう話にもなってくるんですよね、なのでちょっとここはちょっとまだ説明できないので、もうちょっと情報を待とうと思いました。はい、はい、で実はね、前回の考察では失踪事件のグループが2チームあって、光と真帆のグループと篤斗拉致の犯人が別にいるっていう風に僕前回言ってたんですけどもね、まあね、でもこの点においてはね修正して同じ犯人が実行したという風にまとめています。っていう、まあこれどうしてかっていうと、そもそも前提条件として同じ日に3人はいなくなってるんですよ、はい、だから犯人がねたまたま同じ日に犯行を起こしたっていうのはちょっと考えづらいなって思ったんですよね、だからあの同じ犯人の犯行だと考えています。はい、ということで、次行きましょう。これね、凌介の SNS を使った攻撃グループについてなんですね、これ左側の方にちょっと寄せてるんですけども、これはねたびたび登場するフードをかぶっている人物と、元木が絡んでいるグループだと思っています。でここは一応その、失踪事件を起こしたグループとはまた別だというふうに思っています。でこのグループの特徴としては、前回もお伝えしましたけども SNS を使って攻撃する特徴があります。そして、6話ではねこのグループの動きはあんまりありませんでした、で今回ね元木が大きな段ボールを運び出そうとしていましたよね。重たそうなね、一見死体かのように思えますけども、死体だった場合は相当重いと思うんですよ、だから台車を使わないとちょっと難しい、で車に乗せたのであれば台車当然持ってきてるじゃないですか、もし死体だった場合はね、はい、でもねそれを使う描写がないっていうことから考えると、まあそういったね死体の類のものではないんじゃないかなっていうふうにね僕はちょっと思っています。でね、あの前回も言いましたが、この SNS 拡散グループと失踪事件グループが重なるとすればですよ、光のローファーをこのグループがどうやって入手したのかっていうところがね、関係してくると思います。入手経路がねはっきりした時点で、
まあそれがね、わかるかなって思いますね。このグループと失踪、事件を起こしたグループとのつながりですよね。うん、うん、でなぜかというとね、ローファー事件に関してはね、このグループがね、あの犯行を起こしたと僕は考えてるからなんですよ。だからローファーの事件を起こしたのは失踪グループではないですね。で今のところ、まあ、ローファーは盗んだ可能性と、あと監禁された光から直接奪った可能性っていうのが残されてると思うんですよ、はい、でもし仮に監禁された光からあの直接ローファーを奪ったのであれば、このね SNS 拡散グループと失踪事件のグループが重なることになると思うんですね。じゃなければ奪えないですからね、はいはい、で SNS にて光の動画に関係することがもし拡散されたりするようなことが今後あれば、この2つのグループが重なる可能性があるかなって思いますね。はいはい、であとは残るこの凌介の恨みがあるグループ、要は包丁女ですよね、うん、でこれが属しているグループなんですけども、この恨みグループがね死体を送りつけていると前回思ってたんですけども、まあ死体は失踪事件を起こしているグループが送りつけているっていうことをね、まあ、さっきもお伝えしました、はい、で、そうなるとね、この凌介に恨みを持っているグループはまだ明確なね敵対行動を取ってないんですよ。そうもね、明らかなね。でもこの包丁女のグループと失踪事件グループが同一なものとなる可能性というのも十分にあるんですよね、うんうん、要はこの包丁女が失踪事件の首謀者だったっていうね、うん、まああの可能性も十分にあると思うんですよね。まだねドラマではね包丁女が失踪事件に明確に絡んでるっていう証拠が映されてないんですよ、うん、だからね一応まだ別のグループとしてこれカウントしています。怪しい映像は流れてるもんけどね。ですね、うん、まあね今回この包丁女はこのミチルっていうキャラクターから連絡受けてましたよね、うん、だからねミチルとの関係が分かれば、まあ、またこの失踪事件とのつながりもね見えてくるのかなっていうふうに思いました。ということで以上ちょっと長くなっちゃいましたが第6話これにて、はい、考察終了します、はい、で今回ちょっと長くなったのでいつもお伝えしているツボのお話はお休みです。今回もですね少し時間ができましたらまたお伝えしていきましょう、はい、はい。最後にねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いしますもん。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイもさようなら。